こんにちは。今日は菜の花と蜂の絵を描いていきたいと思います。それでは菜の花から描いていきますね。今日は顔彩を使って描いていってます。10号は4枚の花びらですが、だんだん少なく描いていきますね。ちょっと外した花びらも描きます。この上は後でつぼみを描きますね。少し置いておきます。そしてこの辺はとびとびに咲いているお花です。お花の基本は奇数なんですが、こうした咲いているお花の場合は偶数でも全然構わないと思います。むしろ左右対称だと立体感とか動きがなくなるような感じがしますね。中央につぼみを描いていきます。花芯も そして茎ですね。今日は少し左カーブで描いていきます。こちらのお花は右カーブですね。葉っぱを描いていきます。菜の花の葉っぱはぼってりと厚いので、雰囲気で増やしていきますね。次に蜂です。蜂は顔もちょっと細長い そしておしっぽです。ここで簡単にするためにボールペンを使って、そして羽です。ちょっとブルーを入れますね。最後に落款をして菜の花と蜂の絵が炊き上がりました。皆さんもお試しくださいね。